よ、朝日ひなたです。見て、見るか、映ってるか。だったらー、見て、何かわかりますか、これ。そうですね、ヨドンナ様のポスターですよ。いで、いだ。でね、ヨドンナ様のポスター、宝物です。宝物です。これね、ブックオフじゃねえや、なんだっけ、リサイクルショップに、そういう系統のリサイクルショップに売ってたんで、思わずね、買ってしまったという感じですね。で、裏がドゲンジャーズですね。かっこいいですよね、ヤドンナ様。結構ね、いい感じなね、女の幹部ですよ。大切にね、扱わないと。これ大きさどれぐらいなのか、書いたのかな。 A3? B4? まあよくわかんないですけど、額縁に入れたいよねと思って。いやいや、数年が経ちましたけどね、ヨドンナ様、もしね、おすすめの額縁とかがあったら教えてほしいんですけど。お宝ですよ、ヨドンナ様。 ね、でもね、これ額縁に入れて飾るとちょっと緊張しちゃうかなって。 まあ、これもね、緊張するんですけど、もうそうなってくると慣れちゃうのかな。でもね、飾り始めはなんか緊張するよね、なんか見られてるみたいな感じで。ね、ヤドンナ様、ヤドンナ様綺麗ですもんね。ね、ヤドンナ様。キラメイジャーのポスター。ね、最初ね、ミルクさんの姿で登場なされて なされて。可愛らしいですもんね。ちょっとこの折り目とかが気になるんですけど、でもまあそういうのはポスターにはつきものだとは思ってるので。でも、ね、そういう綺麗に、なんか、なんていうの、綺麗になんか額縁に入れる用のポスターとかじゃない限りは、そういうのがつきものだと思います。だって、なんか、わかんないけど、なんか、もともと折り用になんかできてるような気がするんだけど、それあれかな？違うのかな？もし、おすすめの額縁とかがあったら教えてほしいです。はい。A3 ぐらいかな、分かんないけど。
塩酸なのかな、どうなんだろうね、大きさが、髪の大きさがわからない。塩酸、綺麗なことですよね。でね、もしね、まあ、多分ないと思うんですけど、機会があればなんかここら辺あたりになんか、なんけ、なしこさんのサインが欲しいですね。よどな様とかでもいいんですけど欲しいですよね、ここら辺あたりに。なんかテカテカと書いてもらってここはちょっとあれですけど、ここに書くのはちょっとあれですけど、いや、逆にここに書いてもあれかもしれないな逆にね。でも本人よりはここにね書いてほしいんですけど、ここら辺にね、なしこさんですよ、ね、もしおすすめの額縁とかがあったら教えてくださいなってお話でした。大切にしまわれた、ということで、もしこの動画がよかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、おすすめの額縁あったら教えて、うん、教えてね、教えてねまあね、まあ自分でもね探してみますけど、ね、もしよかったらこの額縁おすすめだよっていうのがあったら教えてくださいね。結構でかいやつがいいです。はい。ポスターがぴったりなぐらいのやつがいいです。はい、ということで、チャオ、バイバイ。